そしてカルタンがしばらくしたら落ちて、で、小百合一人で作業してたのずっと。で、そしたらね、ミコ姉さんが入ってきて、で、その一人で作業、そう、一人になった後に、そのパワードレールに、パワードレールと間違えて、アクティベートレール作る事件が起きて、いや、これ、誰にも言えない、誰にも聞いてもらえない、この悲しみ、一人で今すごい悲しい気持ちを背負って、そしたら姉さんが入ってきたから、あ、これまあ配信外だなと思って、姉さん、聞いてくださいよ。どっちだ?アクティベートレールをパワードレールと間違えて、大量に作りましたって言ったら、めっちゃ笑われて、ドンマイって言われる。そう、話し相手にね、なってくれたの。そうね、もうそれで、それだけでも小百合はね、めちゃくちゃ嬉しくて、そう、やっと誰にも明かせなかったこの悲しみを聞いてもらうことができたと思ってさ、それで満足してたんだけど、なんとしたらね、姉さんがですね、姉さんもさ、村人を持ってくるために、線路引いてたじゃん。あまりがあったっぽくって、パワードデール、ミコ、ちょっと余ってるけど、いる?あ、救世主って、なっ、あ、来た、救世主!にゃ、はろー。救世主来ちゃー!あまりの、パワードレールを、くれたんですよ!で、バカ!変態!うるさい!もう知らない。もう知らなーい!バカ変態ド M だね You are 変態バカ変態うるさいもう知らないもう知らない